昔なんてよ、土佐回り行くとよ、なんか終わった後な、ちょっと、ま、あの歓楽街って歩くね、ちょっと一杯引っ掛けようかみたいな時によ、そこら中で前やさぐれたやつだったら、うちのしてんだよ。おお、そうなんですね。で、何かしらってイチャモンつけてくるから、上から逃げてっとよ。あと、あれだ、駐屯地の近くとか、外人とかだったら、外人とさ、やさぐれたやつだったら、喧嘩してんだよ。ええー。そうよ、でもさ、どっちかが四つん這いになるまで泣くんだから、どこまで泣くんだよ。うわ、すごいっすそね。うだよ、本当に四つん這いになってすみませんってさ、なんかイチャモンつけんだよね。で、なんかさ、板前とかがさ、出刃包丁持ってさ、店の前でうるせえぞっつって出刃包丁持って暴れたりするんだうよね。わ、すごいっすね。もうしょうがねえ時代だよ、本当には。